にちは。滋賀大学よさこいサークルもみじです。今年の演舞名はやさか、近江商人がテーマとなっております。この演舞とともに私たちも成長し、次世代へともみじをつないでいきたいと思います。それでは踊っていただきます。どうぞ。皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは滋賀大学よさこいサークル、もみじです。もみじでーす。ただいまから披露させていただく演舞は、2019年の演舞、やさかでございます。テーマは、近江商人。三方よしという理念のもと、未来の繁栄のために奮闘した商人たちの生き様を、我々の演舞で存分に表現します。最後の精一杯演舞させていただきますので、どうか皆様最後まで手拍子、足拍子、心拍子のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、商いのために命を懸けた商人たちのこの心、新たな時代の幸願おう。
ご覧いただいた会場のすべての皆様に感謝の気持ちを込めて礼。